んこんにちは、よつばです。今日なんですけれども、マイクをね、こちらアクションカムのマイクを前のマイクに戻しました。どうですか、これノイズ入ってないでしょ。全然。ようやくね、原因をつかんで、修正できましたので、今日はね、それについてお話ししていこうかなと思います。それでは本日も頑張っていきましょう。イエス。まあなんでノイズが入ってたか、まあ鳴らし運転の時ね、めちゃくちゃ好調だったじゃないですか。でもあれからね、だいたい500キロ走らないぐらいで、どん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 そのエンジンの調子が悪くなってきたんですよね。まあ回転数が上がらないっていうか、パワーバンドが12000回転以上回ってたのに、まあ9000ぐらいで頭打ちしだしたんですよ。ボコ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 って言い出して、なんじゃろうなと思って、で、吸気が足らないのかなと思って、まあ、吸気効率上げるために、実はあのパワーフィルター組んだり、いろいろ試行錯誤をやったんですよ。パワーフィルターのせいでうるさかったりね、それでもやっぱり変わらなくて、全然もう何回も何回もその動画の撮り直し、サンプリングを作って、いじっては撮っては、いじっては撮ってはで、サンプリングをねずっと撮ったんですけど、全然ダメで改善しなくて、どうしようかなと思って最終的に手をつけたのが、プラグです。さあ行くぞ。スパークプラグ、皆さん覚えてますか、僕の開封動画。僕のエンジンが爆発して、次の動画でバラして、その次の動画で、部品を注文して、開封動画、こういう風な理由でこれを組んでいきますっていうね、動画を見ていただいたと思うんですけど、そこでね、問題がもう起きてたんですよ。あのピストンどころじゃなかったんですよね。何がダメだったかっていうと、まあタイトルにもあるようにプラグなんですよね。完全にプラグでした。購入開封動画の時にね、B8ES というね、NGK のプラグ、年価8番のプラグなんですけども、それね、僕ちょっとミスってて、実はノンレジスターのプラグを買ってたんですよ。要は抵抗がないプラグ、それによって、パワーが引き出されたんですけど、まあ、劣化が早かったのかな、500キロぐらい持たずにボコ突き出して、で、このアクションカムの、マイクにノイズがもうものすごく乗り出してね、もうかなわんすよ、ほんまに。もうバー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 ノイズが言い出して、もうバリ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 言い出して、で BR8ES 年価は変えずにね、BR8ES 要はレジスタープラグですね、抵抗入りのプラグに、交換して、やったところバッチリでした。まあそちらの方をね、一応シミュレーションで、動画を撮ってますんで、まずこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。はい、ちょっと
新しくプラグをね、買い揃えたので、検証していこうかなと思います。まあこのバイクのノイズ問題ですね。はい、まあすごく今ノイズが入ってて、で高回転も回らない状況になってます。で今ついているのが、B8ES というね、こちらのプラグです。はい、まあとりあえずちょっとね今の状況を聞いてもらいましょう。じゃあちょっとノイズうるさいんで、皆さんちょっと気をつけてください。どうすか？ノイズはどうすか？どんな感じっすかね？はい、これ離れた状態ね。どんなですか？ノイズ離れた状態、離れてノイズ。どんな感じですかね。はい、こんな感じです。はい、で今回ねまあいろいろプラグをねまあこうやって買い揃えたわけなんですけれども、こんな感じでね、はい、買い揃えて、まあこの B8ES はノイズだらけっていうことで、もうダメですね。でまあ、ノイズがひどいんですっていう動画を出したら、視聴者さんがねコメントでいろいろくださって、特にねワズさん、ちょっと読み方合ってるかどうかわからないんですけど、ワズさんっていう方がこのプラグのコードにシールを貼った方がいいんじゃないか、要はこっからなんかその電磁波っていうのでまあノイズが入ってるんじゃないかっていうことで教えていただいてたんです。でまあそれにちょっとヒントを得て、もしかしたらですよ、この B8ES、BR8ES、この2つですね、何が違うかっていうと、R がついてるのとついてないっていうことなんですよ。これレジスターって言って抵抗なんですよね。要は B8ES はノンレジ、抵抗なしっていうこと。で、BR8ES っていうのは、レジスター入りっていうことで、抵抗ありっていうことですね。これをちょっと検証してみようかなと思います。まあ、いろいろ購入してるんですけども、今回 B8ES の代わりになる BR8ES、わかりやすくね、こちらで検証していこうかなと思います。はい。この残り2つに関しては、また別動画で、プラグ性能を見ていこうかなと思います。はい。じゃあ、交換していきます。僕もちょっとドキドキですけど、いきます。今入っているのが B8ES ですね。はい、これです。これから、はい、新しい BR8ES、 これですね、 BR8ES、 こちらを使っていこうと思います。新品なんでね、ついとるなこれ。外さなあかん、外します。ちょっとはい、プライヤーの方を取ってきました。 BR8ES ですね。はい、プライヤーでよいしょ。これね、プライヤーとかで回してあげれば簡単にこう取れるんで、はい。これ前に質問あったんですよね、取り方っていうので。はい、じゃあこちらの BR8ES 入れて検証してみましょう。はい、入ったかな。はい、これで検証していきます。これで直っとったらいいな。よし、じゃあ行きます。さあ行くぞ。よし、じゃあ行きます。さあ来い。どんなですか？これが、今 BR8ES 抵抗レジスター入りですね。はい、離れてるとこんな感じ。ノイズは乗ってますでしょうか、乗ってないでしょうか。
な感じ。じゃあね、一応これで、プラグに対してのアプローチを、今回これやってみました。まあサンプリングですね、撮りましたんで、これをまた編集を入れて、やっていこうと思います。はい、これで直っとってくれたら最高なんですけどね。はい、それでは VTR を戻します。はい、ご覧いただきましたでしょうか。ものすごいでしょう、ノイズ。ほんでノンレジスターからレジスタープラグに変えた瞬間ね、もうノイズがなくなりました。マイクの方はね、バッファローの、前使ってたマイクですね。はい、どうすか、こんなに違うんですよ。っていうことは頭の部分だけなんですよ、マイクがあるところってコードが。でプラグはこのタンクの下でしょ。っていうことはそこまで電磁波が飛んでるっていうことですよ。スパークプラグの電磁波が。っていうことはですよ、男性の皆さん、よく考えてくださいよ。よく考えてください。自分の股間の下がバチバチ言ってるんですよ。どうなると思いますか。男性の皆さん、股間に手を当ててよく考えてください。もうお分かりですよね。そう、お金玉のおせっちゃんたちが死滅していくわけですよ。まあ、死にはしないと思うんですけど、まあ、どんどんその電磁波を食らってダメージを受けていくわけですよ。そう、ライダーの少子化が始まっちゃうっていうわけですよ。ほんまにこれ気をつけとかんとほんまにあかんですよ。これほんま、これ笑ってますけど笑い事じゃないですからね。実はマジで股間のあたりでバチバチ言ってお金玉祭りしてますからね。だから僕はもうお金玉祭りをしながら、500キロ以上走ってたわけですよ。お金玉祭りかどうかわからないですけど、お金玉、お金、さあ行くぞ、お金玉示す祭り、お金玉スパーク祭りをしながら要は走ってたわけですよね。どうなんすかそれ。皆さん、あのお金玉はね、ほんまに女性も多分そうですよ。結構その電磁波を食らうと、あの 5G とかでもね問題になってるじゃないですか。まああれはほんまかどうかわからないですけど、人体に影響があるとか、もうそれのあの発言点がもう股間にあるっていうことですよ。もう股間が発言してるわけですよ、言うなれば。そうだからね、これ熱弁しますけど、男性の皆さん、ノンレジは入れちゃダメ。ちゃんと抵抗あるものを入れましょう。ほんまにマジで。さあ何を言ってるかわからなくなってきたところで、まあまとめますと、ノイズの正体、スパークプラグのレジスタ、抵抗がないものを選んだことによって発生した電磁波ですね、スパークプラグの。はい、あれによってノイズが出てきたということですね。確かにね、アクセルをひねったらエンジン回転数とノイズがやっぱ同調してたんで、ひょっとしたらなと思ってましたけど、まさにお金玉祭りだったんですよね、本当に。そう、皆さんも気をつけましょう。でね、まあ多分次回あげれると思うんですけど、プラグの方をね、3種類手に入れてます。この B8ES っていうのと、まだちょっと特殊なねプラグを2本ちょっと今回用意したんで、全部で3本ね用意したんで、ちょっとその3本を使ってね、検証、能力テストしていこうかなと思います。まあ皆さんの参考になればいいかなと思って、やろうと思いますので、ぜひ、次回も見てください。はい、この動画がよろしかったと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。他にも Twitter と Instagram ですね、やってますんで、ぜひともフォローの方よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。